はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。今回はちょっと久しぶりになっちゃうんですけど、パワープルアプリをやっていきたいと思います。で、今イベントとしてはチャンピオンシップス大会の愛媛オンライン予選っていうのをやっていて、これがですね、結構美課金勢あるいは無課金勢でも戦えるイベントになってるんじゃないかなということで、今回これをやっていきたいと思います。というのも普段のイベントだと自分の手持ちのイベキャラで勝負する必要があると思うんですけど、このチャンピオンシップスの愛媛県予選大会とかで行われてる、前にもね1回か2回あったと思うんですけど、サクセスは波動高校固定で、使えるイベキャラも運営の方から指定されているご覧のキャラから選んでやっていくよっていうね、まあもう皆さん散々やられてるとは思うんですが、これをやっていきましょうということで、今回はですね、今見てもらっているイベキャラでやっていこうと思います。まあ、マジカルーちゃんをはじめ彼女キャラ2人に、残りは守備キャラで固めたというデッキですね。で、招き猫にカロリーバーです。まあなんかね、ミカミックスの動画見てるとよくカロリーメイト、カロリーメイトって言ってますけど、このカロリーバーを持ち込んでいきます。ミカミックスとはね、中学校からの腐れ縁というか、友達なんで、まあ、お互いいろいろ分かっているところはあるんで、全然いいんですけど。じゃあここは守備連、この後のビンゴね、もう皆さんやってると思うんですけど、ビンゴ守備連っていうのが非常に多いんですけど、守備連誰も来てないんで、一旦一人で遊ぶでビンゴのマスを1個埋めちゃいましょう。早速で、もうやられてる方がほとんどだと思うので、まあビンゴのシステムとかもあんまり細かくはお話はしないんですが、今ちょうど出てきたこのビンゴ1枚目って出てますけど、このビンゴを埋めていって何枚目かまでどんどん進んでいくっていう感じですね。で、当然ビンゴを当てていく方が得点が伸びるんで、ここで言うとやっぱり四隅なんですよね。四隅と真ん中、守備連と青特殊能力と代打ですかね、この辺りが取りやすいと思うんで、早速ちょっと代打を取るための視野を巡らせていきたいんですが、守備連だな。何にもない時はもう守備連、これにつきます。で、ルーちゃんが出てきたんで、ルーちゃんが出てきたら、ルーちゃん多いだな。彼女はルーちゃんに決めた。で、マジか、ルーちゃんは、二股で井戸端を食らっても、評価が下がらないめちゃくちゃいい子なんですよね。めちゃくちゃいい子なんで、ルーちゃんはね、全然使わないんですけど、今回は入れさせてもらいました。じゃあ、早速ルーちゃんがしかも守備連に来てる。ルーちゃん分かってるな。だからね、ルーちゃん大好きなんですよ。でもうルーちゃんで評価は走り始めたんで、ルーちゃんをベースにやっていきます。ルーちゃんがいない時は守備で、とりあえずはね。でも小高ちゃん、バレンタイン小高ちゃんの PSR は持ってるんですけど、使ったことが一度もないので、はっきり言って分かんないですね、中身が。で、基本的に僕は10% 台までは練習はやる派です。ミカミックスは結構ひよってやらないじゃないですか。僕は 10% 台は問答無用でやっていくタイプですね。で、これでビンゴが1個来たんで、あとは代打とコツレベル3が欲しいかな。お、2枚目に進んだんで、もう放置だな。そうなると守備連に来てるけど、ルーちゃんだな。ここはルーちゃんだ。ちょっとビンゴ確認させてください。守備連が、あと1回と、青特殊能力が4つ。デートの進行が1。粘り打ち。まあ、ルーちゃんだな。あと、なしかい。もう一度アタックだで、ここは連打をもらっとこう。この後ね、鶴瓶打ちをもらうときに連打あるとないじょ、全然違いますからね。守備連はいないから打撃でルーちゃんか。で、ちょっともう一度確認させてくださいね。コツレベル8必要だもんね。あとは、この後タンクの数も必要になってくるんで、評価点もどんどん上げていかないといけないんですよね。マジカルマジカは魔法を教えてにして、評価点を一気に上げていきましょう。
やここやりたいな、カロリーバー早速こんなとこで使っちゃうのどうっていうのあるからやめておこう、ま、メンタルだな。結局守備連ばっかりやって守備をどんどんこう上げていかなきゃいけないんで、メンタルが結構足りなくなってくるんですよね、後半になればなるほど。なんでまあなんか困ったらとりあえずメンタルを上げておくっていうのは、練習をね、やっていくっていうのはありだと思います。そしたら青特殊能力が、いやタングがまだまだ組めないからな、デートもできないしね。おルーちゃんがいる、これありがたい。とりあえず早くねルーちゃんとデートできる状態にしたいんで、あとラブパワーね発動してもらいたい。リベラルな星ってこれやったことないからは全然選択肢わかんないけど、コンポですね。おっと体力こんなに削られるのか、持ってかれたな。幸運のマネージャー、これは確かね超能力とか、そうだよね、超能力を入れていくのが良かったと思うんだけど、ちょっとだけごめんなさい、確認させてください。ここは超能力にした後何がもらえるかっていうのを確認したいので、すいません少しお時間くださいね。幸運のマネージャーは超能力にしておいて、まず超能力でね、その後積極盗塁か選球間か強振隊を、まあ、積極盗塁だな、瞬間移動にしよう。粘り打ち、タッグ練習、デート、この辺りが早く来ないとなかなかしんどい展開だな。特にデートしたいんで、なるべく早く欲しいですね、彼女が。オーバーヒートと守備連3回、過度の話をしてます。遊びでやる気1アップ、ラブパワー。このあたりやる気を削ってもらわないと話にならないからな。かといって、怪我する勇気ないからな。メンタル練習しかないね。いやー、さっきだいぶ体力削られたのが痛かったけど、告白が来てくれた、ありがてえ。ルーちゃんなんかすげえ相性いいわ。ちょっとこういうお団子頭っぽい子はあんまり好きではないんですけどね、個人的には。だそれを抑えて余りあるルーちゃんのタイミングの良さ、何度かねツイッター見ていただいてる方はもうもちろんご存知の方が多いかもしれないんですけど、動画の中でも話してることあると思うんですけど、結構キツネ目のね、結構顔がきつい子が僕は好きなんで、ルーちゃんみたいなトローンとした感じがもちろん大好きなんですけど、どちらかっていうとねちょっと目がつり上がってる感じの子の方が僕は好きですね。ここは肩で、コツレベル上げていくか、コツくれることが絶対条件だけどね、くれないと。ギャップ王子は体力回復してくれた気するんだけど、そうだよね。で誰もいない、オーバーヒートが欲しい、そうなるとオーバーヒートが欲しいけどいないか。いやーちょっとまだ早いよな、さすがに号令かけるのは。うんしょうがない、できれば守備練習をね踏みたいんだけど、タングも数がこの後必要になってくるんで、評価もね、イベキャラの評価もどうしても上げていかなきゃいけないっていう。保健室に運ぶでバズーカを取りに行きます。守備連あと3回、ラブパが1回、練習後デート、この辺りがどう進んでいくかだな。おオーバーヒート、ここで使える筋力、これありがたい。角がやっぱりね使えるっていうのは、埋められるっていうのは大きいですからね。
ビンゴでは。わずかは少し。まあ、しょうがないね。青特殊能力が8、ラブパが1、総経験点。まあ、これはあれだな。タグ、全然まだ組めない状態なんで、先は長いな。守備練したいな。だけど、ここは、心を鬼にして、評価上げに走ろう。せめて、イベントではなく、コツをくれ。よし。コツレベル15にしたでしょ。守備力40が重いな。めちゃくちゃ重いな。で、全然来ないね。デートしよう。タッグが来ないと結構辛いんですよね。このビンゴ梅に関して言うと。オウム師匠が来たな。タッグ。ワンタッグでもいいからタッグは踏んでこう。ダブルタッグ、トリプルタッグ。もっと欲を出せば4人タッグもありですからね。編成的には。ここはルーちゃんをかばっておいて、ルーちゃんの評価を上げにかかる。で、守備職人も踏んだでしょ。ここはちょっとだけどいいにして、まあ、今更感はあるんですけど、ラブパワー欲しいな。ラブパワー欲しいぞ。積極守備、帳尻合わせ。この辺りは無理なんで、タグ。単独タッグか。まあ、しょうがないな。ちょっとビンゴ、もう一度確認します。青特殊能力が8。ラブパワーが来ない限り、青特殊能力埋めてもしょうがないからね、今。ラブパワーが来れば、もちろん埋める価値ありますけどね。ビンゴの戦略の話ですね、ここは。で、ルーちゃんと、チキンを食べてクリスマスを過ごします。もうチキンばっか食べてますからね、僕。で、あとは大凶が来なければいい。大凶が来なければ。遊びでやる気アップ欲しいな。やる気ちょっと落としてほしい。ドヨーンとなってくんないかな。ここは守備練だな。そういう意味では大凶でやる気下げてくれんならありだな。小吉とかが一番美味しくないね。そうなると中吉か。まあ全然いいね。守備用は40まで上げる。いや、うまみないんだよな。やっぱラブパと遊びとここのあたりかな。シングルタックなんだよね。まあでもシングルでもいいから踏んでいくしかないからな。タッグはじゃかじゃか踏んでいきましょう。で、ラブパワーが欲しいんで今は。とにかく覚醒王子で体力を回復。男って単純には別の練習にしちゃおう。よし、そろそろもう本当にダブルタック狙いも考えていかなきゃいけないんで、号令を入れていこう。なはあ、そうは簡単にいかないか。そしたら梅にかかる。ちょっと冒頭話したようにメンタルが全然足りなくなってくるんで、メンタルを使わない特殊能を重点的に取っていこう。いやー、ビンゴ欲しいなー。で、ラブパ、ラブパ欲しいなー。ラブパがどうしても欲しいんだけど。デート進行度とラブパ欲しかったなー。で、ここは守備職人と2人タッグが来るかどうかにかかってるね。ダブルタッグが来るか来ないか、それに全てがかかってる。ゴーリエをかけて来なかったらデートをしよう。ダブルタック来ない。いや、シングルタックでもいいから踏みたくなるな。ちょっと確認する。目標確認で、
まず初詣矢部くん、クリスマス彼女なし、ここはもうどうにもならないし、魔術師はマジかルーちゃんなんで全然デートが進んでいないから無理だと。右の方、右上の方はもう絶望的かなとなると、タッグ練習と守備力40、青特殊能力12、デート進行度2、きついな。デートをしていこう。ダブルタッグが来てくれれば一気にビンゴ狙えるんだけどな。そうか、マジかルーちゃんって確かに体力あんまり回復しなかった気するな、あらゆるもので。ちょっと待ってね、ダブルタッグが来るか来ないか。来ないね。オーバーヒートは来るんだ。オーバーヒートってなんかこの先あった気がするな。オーバーヒートあと2回、オーバーヒート潰しとこうということでやります。ただその前に特殊能力で、あまり精神を使わないものから潰していきます。広角とかもね使っちゃおう。悪球でしょう。意外性も20使うけど取っちゃう。ヘッスラも取る、ホーム突入取る、さよならも取る。あとはローボールヒッター取るでしょう。ムードは精神使うけど取ろう。守備職人も取る、ホーム死守、プレッシャーラン、追い打ち。鶴瓶はもう連打期待できないけど取っとこう。バズーカは取るよね。ああ、置いとくよね。トールアシスト。かく乱も取っちゃう。一層も取っちゃう。いや、一層は無理だ。一層は無理だよ。で、弾道を上げて、弾道上がりきらない。この後ね、セクション3でスバルとの勝負が待ってるんで、ちょっとミートはね、あんまりうまくないんで、少し上げておきたいな。総経験点があともうちょっとと、タッグだね。タッグ、タッグが来てくれるかどうかと、デートの進行度、まあ、ここはデートしてくしかないからね。ここはオーバーヒートを潰したいんで、埋めたいんで、オーバーヒートやってこう。これでオーバーヒートは次のマスになりますけど、埋めたことになるので OK だね。でモテモテになります。ちょっと遅いよ、もっと早くモテモテになりたかった。積極的にこうなってくるとあれだね、あのデートをしていかないとまずいな。デートの進行度と守備練を1回入れて、あとは守備力45、これタッグ練習3回、埋めていくの結構きついな。お、もう次のビンゴに進んでくれたんだったら次のやつを見ていきます。デート練習後、これがそれぞれ1、2、スバルに勝ってタッグ練習 8？ いやー、タッグ練習8は無理だよ。とりあえずミート E までは上げておいて、さらに弾道も上げて、でデートをする。もうデートを進めていくしかない。まあエピローグ経験点欲しいは欲しいんですけど、それ以上にデートを完走して金徳をゲットするっていうのが最低条件になりますからね。スバルからは絶対に勝利を掴まなければいけない。で、アンダー製造機を取りますと。3回勝負なんでね、3回とも勝っ、で、あと守備練4、練習後イベ1、デート進行度1、タッグ練習8は無理なんで、守備50上げるといける？無理だと思うんだよな。ここはあれ、いや、デートだな。デートしよう。マジかルーちゃんって体力ほとんど回復してくれなかったイメージがあるんで、もう
やることないときはデートを進めちゃおう。で、魔術師を早めにいただく。で、練習後イベ1を入れて、守備練習はあと4か。ここは、いやさすがにデートはないな。号令にしよう。で、タッグに集まってくれーと思ったけど集まらないか。守備練だな。ダブルタッグ、トリプルタッグが来てくれないと、守備力をね、ガガッと上げていけないんですよね。ささやき戦術、これ司令塔がもらえるはずですね。野球マンの場合は。3で掴んでほしい。少し。ダブルタック来ないね。じゃあちょっとこの辺りで守備力どこまで上げられるか確認する。A までだね。 A まで上げちゃおう。ここはとにかく探しに行って少しでもチームメイト評価を上げておきます。タッグ練習全然踏めてないよな。ラブパワーあと2回もきついな。守備練習あと5回、遊びでやる気あと3は絶対無理だ。内角筆打はそもそも持ってないんで、2人タッグ、これがどんだけ来るかにかかってるって言ってたら来たね。なのでもうここは惜しみなくカロリーバーを投入します。これで2人タッグ、まあ2人タッグあと2回は来てもらわないと困っちゃうんで、ここは誰も来ないからメンタル行くぐらいだったらデートでルーちゃんを完走しちゃいましょう。まあ、ルーちゃんはね、井戸端が来てもさっき言ったように下がらないんで。ここはサボり癖やってくれるぜ。病院に行くかどうかちょっと次見て決めましょう。ダブルタッグ来てるよ。だって出たー、ダブルタッグでサボりやってくれるぜ。ダブルタッグのサボりは痛すぎるでしょうよお兄さん。ダブルタッグのサボりは本当に許してほしい。ちょっとここはもう諦めて病院行きましょう。病院行ってさ、そのサボり癖が治るってさ、完全気持ちの問題でしょ、先生に言われてっていうの。ちょっとビシッと決めてほしいよね。ダブルタッグ1回分は痛いからな。タッグ練習もそういう告白が来ないな。告白が、アビヒのコツが来て、ラブパが一回来て、まあ、ここは精神が上がってでいいでしょう。ラブパがもう一回来てほしいっていうのと、守備練があと3回か。2人タッグさっきの外してるんでもう期待できないからな。守備練、ダブルタッグが欲しいけど、ここはもうシングルでもいいんで確実に経験点取りに行こう。さあ枚数来たけど8まで突入しないと上位に進出はきついからな。
青特殊能力があと4、星スバルにもう一回勝つ、経験的にはちょっと微妙だけど、まあまだまだ諦めるには早いんでやっていこう。ようやく告白か、事情説明して、いやーこれ覚えてない、ちょっとすいません確認させてください。どっちだったっけな、事情説明して、ほ、本当だな。ちょっとどういう事情があったのか、このスキップスキップできてるんでぶっちゃけ分かんないんですけど、まあこれはこれとしてだ。ビンゴを見ていきます。ラブパワーが1、守備連が2、青特殊能力が4か。特能なんか取れるのある？少なくてもいいっていうの。阿部比プルヒッターとかちょっと取れないんで、あとはメンタルあまり使わないもの、ハイボールヒッターとはローボールヒッターで相反するでしょ。レーザービーム、魔術師、高速射手、いぶし銀とかきついな、気分や。こんなもん。あと本塁打戦艦、上り調子とかは取れないね、ちょっとあまりにもなさすぎる。デートしよう。これなんかバッドエンディングがどうのこうのとかあった気がすんだよな。なんでマネージャーも大変だねの方を選べという話だね。で今から勝負だね。スバルには絶対に勝つ。振り遅れたか。ちょっと待ってくれ、今のがヒットになんないのだまずいぞこれは。プレッシャーに、プレッシャーにやられるわけにはいかない。俺はプレッシャーに強い。そうだよね、結構ねそういう暗示って大事みたいですね。まあ変な話、自分は優秀だ優秀だって思ってた方がいいみたい。あ、俺なんて、私なんてダメだって思ってるよりかは、いや俺ならできるでしょっていうぐらいに思ってた方が、あのまあ自分自身に暗示をかけるってわけじゃないんですけど、まあいい結果になりやすいらしいですよ。2人タッグが後にはちょっときついんで、ここはラブパワー、いやー、あ、次に行ってくれた。そしたら阿部比は取ってあるんで、守備力あと5はいけるよね、守備力あと10もいけるよね、司令塔も取れるよね、安打製造機もこのままいけば取れる。DVD しまった、すっかり忘れてた。そしてダブルタッグが欲しいけど来ないな。ここは守備連を踏むしかないね。でとりあえず守備力を、10上げられるでしょ。司令塔がちょっと取れないかな、このままいくとね。彼女の差し入れって何？ちょっと確認したい。差し入れをもらう、こんなのあったっけ？ちょ、全然ふっと出てこないけど。でここは号令かけちゃおう。号令かけても何もなしかい。いやただここ守備連でルーちゃんから差し入れをもらえればいいんでしょ。足場くー、頼む。ここは少しかい、独身術は。3人タッグ来る気配ないもんな。3人タッグは来る気配なしとなると、まずは取れるものというか、まあ、この今の中で取るものしかないんで、司令塔を取りたいけど取れないな。バズーカも取れない。司令塔とバズーカを取りたいけど取れないね。ちょっとこれはじゃあ置いときましょう。ダブルダックが来ない以上はデートを進めます。もうちょっとデートも詰まってきちゃってるからね。まあぶっちゃけ完走しなくてもいいかなと思ってるんですけど。
ダブルタック、ダブルタック。ダブルタックが来てたら、カロリーバーを食べます。これで司令塔とバズカが取れるはず。おっと、何もしないでやっちゃったよ。本当はビンゴを見たかっただけなんですけど。司令塔と、そうだね。おっと、司令塔が取れない。なぜ？便所が足りないか。しょうがないね。うわ、ここもダブルタック来てるけど、41は無理だ。さすがの、自分でも41やる勇気はないので、引っ込めます。ここは体力を回復どうしてもしたいんで、ループコースター、やる気を下げるのはいいよ。レオイの、あ、ちょっと待って、スバルが来てなくねえか、対決が。マジか、スバルさんよ。そしたらデート進める。ちょっと詰まってきてるな、どうするよ。スバルがちょっとさ、仕掛けてきてよ、突っかかってきてよ。スバルさんよ、ダブルタックは来ないね。そしたらここは守備連だな、おとなしく。ちょっと待って、8枚目行くのちょっときつくないかいという感じになってきてるな。大丈夫か、8枚目到達は必須だからな、高得点のためには。あとビンゴをいかに踏むか。守備連19はいいでしょ。2人タッグとかきついもんな。監督評価は行くとしても、 DVD 忘れたの痛すぎるね。そうなるとだ、まずは司令塔を取ります。でデートを完走しちゃいます。エピローグ経験点がマックスで来ないな。トリックスター取れる気しないな、敏捷が足りなすぎて。しかもちょっとでしょ、ちょっと。3人タッグも来る気しない。タッグ練習あと4回も不可能だからな。いや、これはなかなかに厳しい評価を食らいそうな、そんな予感しかしないけど、トリプルタッグを信じてガン回ししていきます。結局スバルとの対戦はなかったな。3回目、待ち望んでいた3回目は。トリプルターク、シングルタックか。ちょっと次あたりは休まざるを得ない。ただお休みはしたくないんで、というかでもあれかな、この9枚目かなんかにある、休まずにっていうのが、休む一番右下にあるこの9枚目の休む0回っていう9枚目にはいけないんで、8枚目を視野に入れるとあまり考える必要はないな。青特殊能力が3でしょ。アンダ製造機が取れなくなった今となっては、2人タッグもきついな。青特殊能力を7個取るのと、タッグ練習をあと2回踏む、敏捷203、精神386、この辺りはいけそうだな。まあ実際ここでタッグ1回踏むしね、今。
甲子園優勝はいけるでしょう。タッグ練習あと1回、3人タッグ来てほしいけど、どうだいと。来ないよね。3人タッグ来ないよね。いや、なんとか、なんとかしたいんだけど。スペシャルタックはいいでしょ。アウトオクション能力を37でいくと、いやーこれ全然ビンゴがきついわ。敏将73いける、甲子園優勝いける、アウトオクション能力7いける、タッグ練習はもう無理なんで諦めましょうというところですね。いや今回は超特殊能力のアンダ製造機が取れなかったのと DVD 忘れてたのが、まあ完全に自己責任ですけど痛いところかな。じゃあ毒のも取っていきましょう。ちょっとでも少ないものがいいので、一発逆転。トリックスターって思ったより全然軽いのはかく乱取ってるからだな。ただここは青徳を7つ先に積み上げるのが先なんで、先に積み上げます。2でしょ。競争心重すぎるわ。ささやきも重いな。連打の方が軽いね。長寿レアセも取る。いぶし銀は重い。タイエースも重い。満塁男も重いな。代打バント、粘り打ち、固め打ち、内野安打。こんなとこか。きついけどしょうがないね。あとは甲子園で優勝するのは絶対条件だな。これで甲子園優勝して敏将経験点73を稼ぎ出すと。3人タック来なかったしね。甲子園優勝と敏将経験点を取れ、73以上稼げれば2つビンゴは来るんで、まあちょっとした底上げにはなるということで絶対に打つ。フォークは打ちづらいな。西谷スライダーシュートだったら打つんだけど、フォーク、これはボールになるね。まああのエピローグ経験点で確実に行くは行くんですけど、だーボールだった。フォーク、フォークにやられた。あとはね勝たなきゃいけないんで実際問題。ぶわっ、ここもフォークにやられたな。西谷のフォーク打ちづらいわ本当に、と言っていると逆転されてる。ただ西谷自体はノックアウトしてるね。こいつもフォークか。独身術取っときゃよかったかな。まあ、まずはホームランを打つ力は残念ながらこいつにはないので、つなげてもらうためにもヒットで出ましょう。じゃあおお、さらに1点追加されてるじゃないか。ここはタイムリーで1点返して後続につなげてもらおう。小高ちゃんって足どうなんだろうな。少なくてもさ、あの制服姿だとあんまり走れる感じしないけど、まあそうだよね。追いついてはくれた。そしたら俺がさよならのホームを踏む。頼むぞ。だー、思わずー何なんだ俺って感じだけど、まあしょうがないよね、この打撃能力では。いやー8枚目いけなかったか。どうだろうな、ちょっと微妙かもしれないですね。1位指名も来なかったしな。ネビログ経験点はルーちゃんはマックスでもらえるんじゃないかなと思うんだけど、ラッキーセブンのコツか、ちょっと微妙だよな。まあしょうがないよね。まあ、こっちは半分だよね。
まあそれでもそれなりに言ってくれた。ビンゴだよね。甲子園優勝が来てくれればね、本当に悔やまれるよな。で、あとは青特殊能力、精神的支柱は取れないでしょ。守備力5はいけるよね。ドラ1来なかったしな、もうしょうがないな。いやー、ここでさ、10守備力10、交通レベルとかもう無理なのはしょうがないんで、青特殊能力が2あるいは6と守備力だな。あとはキャッチャーね、ちょっとこの辺り上げていきましょう。まず守備をここまで上げるでしょ。でキャッチャー、なあ20まで取れないのか、しょうがない、しょうがないよ。で金徳が2個取れるかというと、トリックは取れる。独身術いける。独身術と鶴瓶だとどっちが軽いかというと鶴瓶の方が軽いんで、あとは軽い特能を積み上げていきます。軽い特能、軽い特能、流し打ちはまあ技術があるんで使うとして、いや全くないのが精神なんですよね。だから精神を使わないものを取っていくしかなくて、これってさ、アウトコース取り直すとかだとどうなんだろうね、稼げるんだろうか。接戦4番、あと4、あと4、あと4いける？無理だなこれは。走塁対左、あと取れる、もう一個なんか取りたいけど取れないとなると、早球丸でどうなるかっていうのはちょっと検証の意味も込めてみますか。これでどうだ。あ、青特殊はいけたね。ビンゴが来なかったのはまあしょうがないかな。8万点、うん、あとはこいつを使って、一回だけね、ちょっとこの流れでやっていきましょう。流れでそのまま、まあちょっとね下手くそなんでどうにもなんないんですけど、いや行き過ぎだよー、しょうがないね。これね鉄鋼バントがまた難しいんですよね。もうちょっと近づけたいとこだけど、まあ自分の実力だとしょうがないかな。行き過ぎだけどしょうがない。ちょっともうちょっと転がってってくれって言いたいけどしょうがないな。これもしょうがないね。あーやらかした。まあ、こんな感じですね。なのでまあちょっとこれは裏であとは進めておきたいなと思うんですけど、もう一個のこのヒッティングまでどんなもんかいというのを含めてちょっと見てもらう意味でお付き合いをいただいて終わりにしていきたいと思います。まあなんとか2万5000以内に入って、できれば SR のガチャ券を1枚いただきたい、もうその一心ですね。どっかで2枚抜き欲しいんだけどな。どっかで2枚抜きをどうゲットしていくかだな。2枚抜けない、2枚抜きたいぞ。だー振り遅れた。カーブかなと思ったんだけどシンカーでしたね。打てない、打てないよ、今の打てないよ。インコースに来てくれないとさ、ちょっと打ちづらいよ。だはちょっとこの辺りから真剣に狙っていかないと。2枚抜き OK。 ちょっとね何個かミスっちゃったのがもったいなかったけど、これで
どんくらいになるかですね。暫定で獲得スコアが54,000っていうところですね。ちょっとこれね、あのスコアを確定しないと最終順位は出ないので、ちょっとわからないんですが、まあツイッターとかの方で最終順位は報告できればなと思いますので、今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。